本間岩先生です、大きく外しちゃった時ですね、今実践です、今日は25時ですね、朝10時7分です。で、大きく外しちゃった時はね、あまり稼ぐことを考えないですね。利益はこんな400ぐらいで、これは2000ぐらいですね。で、あの家の方でも決算で1000円ぐらいとしてます。利益にね、で減らしてます。これ買ってからこんなにもうあの利益取るぐらいもうマイナスに2000個しちゃったんですね。で、そういう危機の時ね、どうするかというですね。それで、こちらの方の今月の利益は、ね、1万5000ぐらい、少額投資ですね。で、今日というか、買ったわけですね、これね、昨日か。3000買ったんですね、こうね、またね。このようにね、1ヶ月間だけこういう投資戦方法でね、やってるんですけど、今外しちゃったんですね、これ。ちょっと吟味が足んなかったですね。で、その時にどうするかというとですね、で、他投資しないと、いろいろ通貨国あるけどね、勝率 83.3% のこの黄色の枠線ですね。RSI でこれ、ズバ抜けて飛ぶとシグナルが入るわけです。ここら辺に、こうシグナルが出てるんですけどね。このようにね。6回しか出ないんですね。だから、あんまり当てにならないんだけど。マイナス2000というのは大きいですね。で、こういう飛びですね。またこう上がるんじゃないかということですね。どうしても稼ぐ2倍ぐらいね、いつもね、落ちることがあるんで、それを気をつけないとですね。これでも100万ぐらいですからね、1万ドルですから。こういう大きく外したときどうするかですよね。損切りはね、実際6000ぐらいで、ね、6000ぐらいで考えてます。ね、6000ぐらいで考えてます。この音が鳴るんで、悪い時はね、ズドーンと鳴るんで、これでね、監視してなくても音でわかるんですね。音で監視できるんです。この家がね、あの、音知らせてます。これはあのシグナルですね。インジケーター。このシグナルの。それでね、大事なのは、このスクリプトバイの時ですね。このスクリプトを作っておいてください。バイとセールね。で、スクリプト公開しますから。このスクリプトですね。これね、投資しますから、こうね。これはあの、倍の時ね、取引させる 0.1 ロットね、マジックナンバーで
リミットストップね、これこのまま真似してください。全部リストを、ね、これだけですね。これで打ち込んでください。バイとセルね、今バイだけでやってるけど、セルこれ交換すればいいんですから ね、ここのとこにね、セールを入れ替えるね、これね。一応お見せしますけど、これなんだっけ、バイなんだ、ね、セールはこうですからね。これスクリプトのね、これ真似してください。これバイとセールね。でこれはサンクロにしてます。変動ね、3にしてます。厳しくするんだったら1にしてください。だけど取引できないことが多いです。3ぐらいにしないとね。ということですね。わかりますか？わかりますね、これね。こうね。違いはこうですね。バイトセールね。これは大事です。それとね、位置を合わせるのね、ストップとリミットの位置を合わせるのがあります。モディファイね、モディファイってのがあるんですね。リミットとストップの調整、リミットとストップを変更したいときに、で、そのときに、これね、ちょっと何もない、ね、これだけです。ね、これ、モディファイのリミットストップ、リミットストップはね、この設定値変えるとね、こちらのね、幅、ストップリミットの幅を調整、後から調整できるんです。ワンクリックでね。これね。じゃあ、この3つですね。バイト、セールと、モディファイ。これ大事ですからね。これよく使ってください。それでした、ね、今落ち込んでるからきついですね。マックス2408円まで落ち込んでるね。3000ぐらいいってるね、実際にはね。それから走らせましたから、こういう大きく外したときにどうするかですね。慌てないと。一回でもう、三回分ぐらい外しちゃうと、ダメになっちゃうんでね。この周期だから、ね。こんな感じですね。あと1、2、3、これで3、6、3、ここまでで24000ぐらいかかります。ここまで来ちゃったら24000ね、と下がどん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 下がっちゃうことがあるからね。変なとこ買ったなあ、ここなあ、こえミスやってるから参ったな。
ちゃんと買ってるんですよ、今月ね。このようにね、買ってますからね。今月ちゃんと買ってますからね、これね。ね。今月15,641円買ってますからね。まあ、これ20万ぐらい負けたんだけど、こんな資金減っちゃったんですけど。まあいいね。そういうことでした。2016年伊豆島でレーダーのバイナリーオークションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオークションスペシャリスト社の半間岩尾先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルットレーダーは FX 統一となってます。では半間岩尾先生のこういうのに大きく外した時には慌てない、こういう状態です。どうもありがとうございます。